こんばんは、国尾です。えー、本日は引き続きになってしまうんですけども、これ、太田遥香ちゃん、アンジュルム、えー、少し議論しようなんて言ったら、ものすごくまた意見をいただいてるんで、もうね、ディスカッションしていこうというふうに割り切っておりますので、今日はまたその返答動画になります。えー、それだけですけど、すいませんけど、お付き合いください。お願いします。 えー、まずねそう前回取り上げられなかったの一つね島袋光明さん「はあちゃんに対して待つことと待ってるよ」と SN 上でしか言えない歯がゆさが何ともこれねあのこの人北海道の人なんだよねでうんそうなんだよね歯がゆいよ歯がゆいけどうん0より1じゃないですか そんな感じままたね会いましょうじゃあ続いていきましょうえっ、ー、とこれね最初の今言ってるのはあ一番最初に上げた一発目のやつの返信から返していきますえっ、ー、とねそれとあとこれケンタロー44さん、えー、国尾さんの意見に大賛成あの子のキャラ大好きなんですねどういうことを言ってたかというとまあ若い ここにそんなに責任取らせんなみたいなことを言ってたのに多分賛成なんでしょう。はい、ありがとうございます。次、えー、っと野良猫のアジフライさん、えー、ハロプロの DD ファンです。事情を十分分かってないのですが、ポンコツ枠の太田春花ちゃんを応援したいです。アイドルとはメンバーの成長を見守ること、応援することだと思います。発見の中でもスキルメンタルともに快で。 実質中卒でさらにドッキリで入ってきた彼女が何が正解でどこが間違いなのかなかなか見出せないのは当然だと思います他のメンバーも漢字が読めないパリやイタリアがどっちを向いているかわからない九九ができないレベルから成長してきたはずです彼女には復帰後ノムさん2世を期待してます追記 社会人教育はメンバーではなくスタッフの役割です。大事なことは二度言え。ハロプロの基本のはずですよね。スタッフさんお願いします。ですとうん。野良猫のアジフライさんもなかなか面白い感覚ってことかな。ねえー、とねこれ僕ちょっと難しいっていうこと言いそうだけど一番簡単にしますとえっ、ー、と 役割は誰,誰っててことなくて僕はそのチームとかその構造の中で、えー、誰がっていうのは決めなくていいような気がする、うん、そのし自然に隣の人がする場合もあるしまあ親だったりする場合もあるし会社の人とか事務所だったりこれも相性ですと僕は何か考える役割ってあげちゃうとさなんかその役割に縛られがちになり 本人たちとかそのもともとのポストのパフォーマンスを少し下げる可能性があるんですよね。なので、なんとなく、あこの中じゃ自分が向いてんな、みたいな人がやったらいいのかな、みたいな感覚っす。でも、言いたいこと分かります。うん。<laughs> あとは表現面白い人ですね、うん。はい、じゃあそんな感じ。じゃあ、野良猫さんありがとうございます。で、続いて。 えとこれ上の方行ったらいいのかあこれかえっ、ー、と「うございます、えー、とはーちゃんは16歳でどう悩むのかというと難しいですねただ単に放置しただけではきっとよくなりません学校内での友人関係の失敗ならこんなに大さらぎにならないのですが結論としてはこれからも人生経験ですね うん、そうですね。学校とーハロプロは違う。ね。そういう,そう,いう話ですよね。うん、合ってます。うん、ね。有名人か有名人じゃないかっていうところで,でしょう。うん。うん、経験、経験を糧として未来へということだと思うんで、同じ気持ちです。はい、じゃあ次行きましょう。ビアンコ・ネロさん。 どのあこれ、ビアンコ・ナノスさん前回言ったか。すいません。すいません。えー、とビアンコ・ナノスさん、引き続きありがとうございます。この人の意見、すごくいいねがついてる。ね、いいな。<laughs> じゃあ話ちょっと変わいっちゃいそうね。えっ、ー、と、このターンのは、それぐらいかな。ね。それぐらいだと思います。えー、じゃあ、まず、この最初のトピック動画にコメントいただいた皆さん、引き続き、 まあ、拝見いただければですし、ありがとうございました。さあ、じゃあ続いていきましょう。この2つ目のね、リ・オタ・ハルカ・アンジュルムに関しての動画の方のコメントの方をお返ししていきたいと思います。えっ、ー、と、最初の方は、古いのからいくっていうことできるのかなちょっとね、YouTube まだうまく分かってない。<laughs> ね、いい加減しろってね。はい、じゃあ行きましょう。えっ、ー、と、横、 横キャンブログさんね、横キャンでね、これ横やんじゃなくて C が入ってるから。横キャンブログさんなのかなえー、っと、ありがとうございます。どうもはじめまして、今回の件について少し長くなりますが、個人的な意見を述べさせてもらいます。まず今回の活動の休止については、いい対応だったと思います。 といいうのもその時のもそ時勢いだけでやめててししししまままっったたりりすると後後に悔す今後ですが太田遥香ちゃん自身反省するのも大事ですがその前に一度原点に戻って彼女自身にアイドルとして芸能人としての適性があるかどうか見つめ直すのも必要だと思います。 ルール違反があったとされていますがそのルールは芸能界という特殊な世界に存在するもので一般の人から見たらなんだそれはと思うかもしれません、えー、業界上情報漏洩には厳しいものがあり彼女自身がそういうのをついついしゃべってしまう性格なのかもしれませんそういうのを含めて彼女にそういう適性があるかもう一度検証し復帰するというのを100と考えず適性があれば復帰に向け頑張ればいいですし これはどうも適性がないと判断されれば最後の判断として彼女のうんと将来のために引退して普通の高校生になるという道があってもいいと思います適性がないのに無理して頑張ってしまうと彼女自身が大変な思いをしてしまうだけです世の中には情報を扱わない仕事もたくさんあります今回活動休止によって時間があるので彼女のご両親を含め今後のことについて冷静になりじっくり考えてほしいです 長くまり長くなりましたが私の意見に対して返信などくれたら幸いですありがとうございます、えー、返信させていただきます概ねえー、概ね同じ意見、うん、あのよく考えられてるしすごくハーチャン側の立場になって、えー、なんていうかあの文章作られていると思います共感しますうん。 だってねこれ1点だけ1点だけ、えー、あるとすれば適正あるなしって難しい本人がもし大人が全員適正ないって言ってても本人がやりたいって言ったらどうする俺親ならやらせるためになんか全,全神経使って努力するねだからこれ難しいんですうんなぜかと言ったら彼女がまだ未成年だから だまだ適正判断するのが、親なんだけど、やりたいって言ったら、もし適正がないと言った場合ね、やりたいって言ったら、やめろって言えますかここ、うん。ここは全部、全部同意です。ありざます、えーね。じゃあ次。えっとね。この、かん、うーんー、かんたろ44さん。 ね、これいきましょう今経験したメンバーはめちゃくちゃ強くなって目の前に現れてくるというあなたのコメントに救われる思いがしますありがとうございますうんこれ多分客観的にそうだと思ってます共感いただき感謝しますであとはあこの「風」あれこれは先ほども一緒か 風大左衛門さんねあさっきの方でもコメントくれたってことか、えー、と自分はアイドルをシンデレラストーリーとして見ていますのでハーちゃんはまさしくシンデレラでしょうと思いますラストシーンを感動的なものにするためには序盤中盤は苦難が続きますその流れがベタですが大好きですおもうラストから逆算されていらっしゃるということですね <laughs>、うん、まあこれはアイドルですからそういう見方も楽しいですね あすでこの野良猫さんはこれさっきと同じ人だね同じ文章だね、うん、ポンコツ枠の太田遥ちゃんっていう面白いですね、うん、でも前も前の動画でも言いましたけどまあ辻加護であったりマードゥはポンコツって言ったらちょっと違うと思うけどそのねなんか2セットででこぼこみたいな。 セブンテーンみたいにね。いやりたがる。ちょっとずれそうだから、この辺にします。ね、さあじゃあ続いて、えっと、仕事人さん。河村さんも言ってたように、学生でも社学生でも会社なのです。処分も当然です。事務所は適切な判断だと思います。復帰は時期が悪すぎる。イベントライブ中止で事務所も大赤字復帰できるとしてもかなり先でしょうね。うん。 わわかかるかる、うん、まあでもこれ時期ねどう見るかですよねこ,こ,この時期だから発表して一番なんていうか謹慎っぽくない謹慎の時間になるじゃないですか、うん、僕は大人の愛を感じますよ、うん、あ頭悪い人たちじゃないに決まってるんです あの大きい事務所の人たちっていうのねそう思ってますあのうんタイミングわかりますさあなんかもう一個俺なんかね、あのー、コメントいただいてて紹介し損ねてるのがあるような気がするんだけどなんか出てこねえんだよなどれだったかななんかねすごく勇気をもらったの、あのー、こういう子いてこういう意見くれてよかったなみたいな消したかな <laughs> ねこれこういうのってさ書いた人は自分で消せるのかあっあったあったあったミンミンさんねこれねえっ、ー、と前も言ったけど僕の動画急にこの表はるかちゃんのアンジュルムで検索して10代の子がすごい見てくれるようになったんですそれまでね35歳から45歳ぐらいの子がダーンと強かった 該当のああなた。答えててて。から。続けみでこのミンミンさんアンジュルムをこんなに思ってくれる大人がいるのに感動と大人に見えたよかったんねまあミンミンさんがねあのおいくつの方でどういう方かは分かりませんけどなの僕だけじゃないですよ うん、これは簡単で頑張っている女の子たちででただやったやすいハードルを超えた子たちじゃないから、うん、まあ何度も言うけど一度のミス同じ質のミスを2度繰り返さなければ、うん、取り締まるっていうのが、うん、一番ダメな気がしてるってことですよ。まあそんな感じですかね。さあ今日はもう返答を ね、このシリーズどこまでやるんだってのもあるけど、うん、まあなんか意見がたくさん出てるってことはもう僕嬉しいですしなんか改めて考えさせられるとこあります、うん、で継続して言いたいたことと、うん、言っときたいんですでこれね太田遥ちゃんアンジュールムっていうのをあのなん言うかな怒ったりなんか悪にすることって 生産的じゃない気がすするんですよねどちらかというと彼女の功績の中で良かったことというかアンジュルムにとか北海道に彼女いてくれて良かったよねっていう話、えー、なんかそういう方に切り替えた方がなんというか我々ファンですから生産的なんじゃないのかなとで本人もその方がやる気出ると思うんですよね。 今のご時世ですインターネットの社会全く見ないできるということはなかなか難しいでしょうそんな中で、えー、と10代の子たちに少しでも大人と大人と言われる人たちが何ができるかというふうにしたらやっぱり一番上の長所からどんどんどんとあなたはこういう価値があるんだよというふうにね届く届かない別として言ってあげることってなんか重要なんじゃないのと思ってますまた何か言われそうですけど うんまあ、そんな形で、えー、とこの2回目の太田はるかちゃんアンジュルムに関して、えー、ポジティブ系動画というのは締めたいと思っておりますねまたこれも夜中に撮ってるんですよ <laughs> 深夜しかちょっとこういうのでね時間なんか取れなくなっちゃってごめんなさい、まあ、そんな感じで、えー、とまたあー、まあ、お会いできたりご意見なんていただきながら続く必要があるようでしたら続けていきたいと思っております ありがとうございました。苦行でした。またね。